ジミーさん、こんにちは。今回はですね、ナイトライダーの動画ではないんですけども、ちょっとアメ車を見に行ってきたんですよ。結構ね、私の街にも、あるわあるわで、今日はある一つのお店の見学をしてきたんですけども、そちらの方をご覧いただきたいと思います。この赤い車、何がなんだかわかんないんですけども、もうすでにね、かっこいいですよね。壊れてるのか動くのかわかりませんが、ナンバーはとりあえずないようです。ちょっと映してみますね。はい、後ろからちょっと見たところなんですけども、いやもうドア開けて乗りたいですね。これはどこのですかね、シボレですかね。シボレじゃないや、なんだっけな。まあ、どこかな、フォードじゃないやね。どっかわかりません。十字マーク、で十って書いてるのは何ですかね。十ってのは何だろうね。はい、次なんですけども GTR って書いてますから、これはあれですか、スカイラインですね、初期の。こういうのもありました。でもう一個行くと、こういう風な上の方から見てるところですけども、このボンネットがやっぱりね、なんか未だに、なんか粋ですよね。この当時乗ってた方はどんな気持ちだったんでしょうか。はい、次行くとこういう風に車がバーッと並んでて、ここにもスカイラインがあるのと、後ろにもいろんな車がありますけども、ちょっと近寄れないところもあるんで、もうね、足場がないんですよ。これ通路があるように見えますけども、ちょっと通路に行けないんですよね。はい、次の画面行きましょうか。はい、あ、これもなんかね、なんかあれに出てきそうですね。バックトゥザフューチャーに出てきそうじゃないですか。いや、この、手前のやつとね、後ろのやつと、なんか19世紀の映画に出てきそうだ。はい、次ですね。これは何だろう。なんかナンバーもかっこいいんですけども、ちょっとすいません。アメ車はもうほとんどわかりません。で、後ろの方にも SS って書いてあるね、変わった車ありますよね。こっちの方にも、右の方にもちょっとちらっと見えてます。本当にね、こう乱雑に置かれているところが、まあ、アメ車だなって感じですね。次行こう。これなんだ、怪獣みたいな。ゴバーッとボンネットが開いて、エンジンがすっかり抜け落ちてるんですかね。こうモンスターみたいですよね、このところの、この車っていうのが、牙が生えてるみたいですね、なんかね。はい、次の画面が、お、これはなんか昔の車みたいじゃないですか。また昔の車か、タクシーですかね、これ、なんかロールスロイスですかね、なんか分かんないですよ、分かんないです、すいません。で、後ろの方にほら、ジミーさんのトランザムがあるじゃないですか、ちらっと見えてるのが。こっちの右側の方はキャデラックですかね。いや、ワクワクしますね。はい、これキャデラックですか。このね、もう横にバカでかいんですよ。で、このライトがついていて、その下になんかミサイル発射しそうなランチャーがついてますけども、タイヤもなんだか白くってね、独特ですよね。このモールもなんか鉄でできてるという。モールってなんかね、ゴムでやるからモールなのかなと思いましたけど、鉄でガーンとやってますね。オープンカーかな。次行ってみましょう。もう車全くわからないんですけども、キャデラック、うわー、後ろがこういうね、ブレーキランプが、なんかパレードにそのまま行けそうですね。いや、ピカピカ。これなんだ、ダットさん、電気屋の車ですか。ダットさんっていうのは昭和の初期に見たような気がします。懐かしい方もいるんじゃないですかね。こんな車もあるんですね。はい、これジミーさんのトランザム、アスクって書いてますね。いやー、すごい。これは何だろうって感じです。で、この辺でちょっと動画を見てみましょうか。これ、この動画をちょっと、ジミーさん、これ赤いの、なんですかね、インパラですかね。ちょっとだいぶ前は壊れてますけど、なんだろう、これすごい、もう分かんないです。はい、こんな動画もね、あるんですよ。あら、すいません、横に行っちゃった。どれをこうすりゃいいんか。こんな動画もあるんですよね。トランザムがこうあって、トランザムのね、このヘッドです。なんとかカメラを差し込んで撮りました。やっぱりこのタイプもいいですね。はい、次。はい、アスクって書いてますね。このスペックがありますけども、ポンティアックファイヤーバードで、S56 年6月って書いてるのかな。昭和56年。センターライン15インチアルミ、エーテルブロックキャブ、AT350、 何のことか分かりません。 V8350EG と書いてますね。一応販売中だそうです。はい、次の画面は、あ、トランザムですね。やっぱこの角度いいですね。ジミーさんの車って感じがします。ぜひね、ジミーさんの車見せていただきたいかなと思います。はい、これは何でしょうか。ローレルって書いてますよね。なんかその日産のローレルも初期の頃って、こうやって見るとアメ車みたいじゃないですか。
あーなんかね、日本車とは思えないような感じですよね。西部警察とかに出てそうですよ。もうちょっとこの辺でもう一個動画をいきましょうか。これキャデラックの動画ですね。先ほど写真で見た、綺麗ですね結構ね、というのもありました。はい、こんな感じですね。車並んでもう車種わかんないです。僕もほとんどわかんないです。アメ車、これちょっとね、私人気というかね、これ思い出があるんですよこの車。というのがナイトライダーを見てる方はちょっとねご存知だと思いますけども、これちょっと見てもらいます。この動画、こんにちは、こんにちは、全国16,843 人のナイトライダーファンの皆様、実はですね、マイケルナイトがキットをね盗まれた時があったじゃないですか。それでキットを取り戻すために、あの田舎のねじいちゃんからお兄ちゃんからベンツと20ドルを貸して、でキットに載せたテレビをねあげるから、この車を乗せてくれって言った車があるじゃないですか。あれを発見しました、ついに。これのなんかオレンジというかグリーンというか、ああいう感じになっちゃったじゃないですか。これこんなところにあった、すごい。車名もわかんないし車種もわかんないけど、これでしょ間違いなく。車種からわかる方はぜひご連絡をよろしくお願いします。はい、これ何が言いたかったかというと、私の大好きなナイトライダーのプログラムの中に、テレビプログラムの中にね、この車はちょい役で出てたんですよ。もっともっとポンコツで出てました。多分この車に間違いないと思うんですよ。このね、先端のこのエンブレムみたいな、ミサイル発射管みたいなのがポイントなんですよね。またビデオ見てみよう。はい、次行ってみましょう。はい、ここにもね特徴的な車がありますね。なんか牙を向いてるみたいですよ、やっぱりこの頃のアメ車って。価格が出てますけどもよく見えません。300万かな。すごいね。ああこれもなんか、これ直して走るんですかね、シボレーですかね。はい、 SS って書いてますけども意味が分かんないです。何でしょうかこれは。ご存知の方ぜひ教えてください。まだありますよ。うわー、もうぶっ壊れてますね。これでもこのボディだけでも眺めていたいなって気がしますけども。次、これは日本車ですかね、何でしょうね、わかりませんね。ああ、何を見ればいいのかわかんないですね。まあいろいろとあるという感じでございます。もうサビサビですよね、手前の車。これももうルパン三世みたいな車ですけども、走るんでしょうか。次はこれです。はい、後ろの方だけ見えてますけども、やっぱりこのあれですかね、リアビューはキャデラックですかね。向こうの方にのスクールバスみたいなのもありますよね、緑色の右上の方に。はい、最後の1枚、はい、赤い車ですね。シボレーですか、一番最初に見た車ですね。あれシボレーの十字マークだったんですね。こんな感じで、今日アメ車をいろいろ見てきたんですけども、なんかね大きな子供部屋にあるミニカーみたいで、とっても楽しかったです。こんなねつまらない動画だったんですけど、私なりにアメ車を特集してわからないなりにレポートしてみました。こんな車が私のね住んでるような田舎町にもあるよってことでございました。お付き合いいただきましてありがとうございました。失礼します。